はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。皆さん申し訳ございません。動画の撮影がうまくできておらずの状態で、前回の動画ですね、ナンバーとしては、19の予定だったものが、撮れておりませんでした。まあ、30分ぐらいでの動画だったんですけれども、まあ、内容としましては、まあ、18回目の最後の方で経験値とゴールドを貯めていきますといった内容です。特にストーリーには問題はなかったですね。ですので、まあ、不幸中の幸いといえば不幸中の幸いなんですけれども、まあ、ナンバー19、まあ、実際はこの動画ですねがナンバー19になるんですけれども、幻のナンバーの19、取れなかった部分でやったことといえば、まあ、18回目の動画の最後の方ですね、レベル上げ、ゴールドマンが出てくるところでレベル上げと経験値、レベル上げ一緒か、レベル上げとお金を貯めていって、まあ、7700ゴールドになったので、まあ、リムルダールに行きまして、で魔法の鎧を買いました。で鋼の鎧1500ゴールドをですねで引き取ってもらって、でなんかリムルダールの話でラダトームに太陽の石があるらしいですよっていうのを聞いたので、ちょうどルーラで戻ってきたところですね。で、あと魔法の鎧で分かったことがありまして、4歩主人公ですね、これ4歩歩くと HP が1回復するということが分かりました。で、今最大 HP 70なので上がらないんですけれども、魔法の鎧装備していると4歩歩くと HP が1回復するようです。ということで急に進んで装備とゴールドと経験値が違っているんですけれども、ストーリーは進んでおりませんので、この回からストーリーを進めていければと思います。前の動画18回目の動画丸18ですね、丸18で経験値上げっていう動画の説明欄に経験値上げですって書いておきますって言っておきながら、その動画がうまく撮れてなかったというね、ちょっとやってしまいましたっていうね形だったんですけれども、で、まあその前の動画で1階部分のこの扉の前までの話聞いたんですけれども、その太陽の石に関する情報がなかったんですよね。で、ちょっとねここ1回来たんですけれども、動画全部見直してっていうのもあれだったんで、めんどくさいんでちょっと聞いた方が早いかなっていう。私は地下室を探している推しもどこかにあるらしいが、ああこんなんありましたね、そういえば地下室、体力に自信がある、これはガライの墓がどうのこうのって言ってる人だったんですよね、あの人は。あれ、あそこにあんのかな、雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる古い言い伝えですわ。あ、雨、雨雲の杖、これですかね。じゃあ雨雲の杖と太陽の石一応買っとこう。地下室、地下室、いやー、そんなのありました、なんかドラクエ3のピラミッドの地下2階みたいな感じ
なんですけど、そんな地下室にその太陽の石があるんですか？誰に疑問を投げかけているんでしょうか。兵士がいるってことは、ここの地下室をなんか暗に守っているとか、そういうわけではなさそうですね。こことか、まあ、四隅はちょっと怪しいですよ。そんな、こことかですか。そんな地下室、こいつが探している、ここら辺ですかね。ちょっとね、皆さん分かってる人にとっては、お前何してんだよ、ヒントあったじゃんみたいなのあると思うんですけれども、ちょっとね、何分そんなに全部覚えてるわけじゃないんで、その地下室を探しているみたいな人がいたことすらも忘れているので、ちょっと怪しいといえばここら辺ですよね。あれ、あっちか、もしかすると、いや、今ちょっと思ったのが、この階段、ちょっと向こう調べてからにしようか。この階段左、こことかすか。いやー違う、うわー、どこだ、地下室。このバリアもなんか怪しく見えてくるんですよね。雨雲の杖でここに橋かけて、そのバリアの中にとかちょっと考えたんですけど、ないですよね。あれ、こことかも違いますもんね。多分違う。どこだろう。なんか違うな。なんかあるんですよね、多分。なんかありそうな気はしますが、これはもう違いますもんね。地下室、ちょっと、ここはローラですもんね。ローラ姫ですもんね。いや、こことかはまさかない。2階ですもんね、ここそもそもが。なんか王座の玉座の後ろとか、ドラクエ3のこっちとか、いや、まさかはないですもんね、こんなところに。これ階段上がっても扉は大丈夫、外に出なければ大丈夫なのか。地下室、まあ怪しいのはやっぱりここの、この空間、ちょっと個室みたいになってる、漫画喫茶みたいになってる。で、左側の2つは調べて、あのジジイもいるんで、左側はちょっと違うと思うんですよね。こことかですかね。なんか根本的に違う気がするんですよね。ローラ見つけてくると王様が教えてくれるのかな。おお、そういえばあそこに
あるんじゃが、今はどうなっておるかのみたいなね、ちょっと見てきてくれんかみたいな、いや今思い出すなよみたいな、ローラ救い出してから教えてくれた、最初から知ってたじゃんみたいなね、なんで助け出したタイミングで知ってるんだみたいな、いやー違うな、このバリアの下かな、いやー違うと思うんだけどな、あれでも教えてくれた人バリアの下行こうとしてる、まさか、まさかの、まさか、まさかね、こういう 15ですね、こことかじゃないと思うんですよね、あちょっと怖いな、上行くのが、これは違うのかなって、なんかちゃうな、なんか違うって分かってるんですけども、調べちゃう、なんか、これ多分違うんだろうなって分かってるんですよ、多分頭の中で、でもねちょっと。調べちゃうんですよね。ちょっと申し訳ないです。あれそんな地下室なんてあります？これガダイの墓の話ですよね。まさかそこの地下室の右上とか？ああ違うな。ここの上の部分にはないと思うんですよね。まさかのね。いやでも HP 歩いて HP 回復はいいですね。地下か。ヒントがここ上は出ちゃいますもんね。全部怪しく見える、だいたい端だと思うんですよね。ちょっとラダトームに そんな地下があるとは思ってなかったんで、どこだろう、なんかあんの、全然見えない。なんか、全然ここで意識してなかったけど、上行けんのかな、いやでも上、でもこっち、水、いや、なんもないですもんね。いやー、あれ？お？あれ？おー！この野郎！全然見えないとこにありやがった。ここから、まさかの。ちょっと待ってくださいね。こういうの怖いんで、一応完全回復させるタイプなんで、いきなりモンスターが、なんか守護神が現れたとかね、多分ない、お、うわぁ。わしは待っておった、そのたような若者が、同じこと言っとるじゃん、あの雨雲の人と。宝の箱を取るがよい。太陽の石、よし、
これで雨雲の杖、太陽の石、これで完璧ですね。これ虹の雫できるんじゃないですか。いやー、ちょっと待って、そのこれじゃあ左、いやでも問題はこれどこに持っていくかですよね。マイラの村ですか。 こっちはもうなんもないか。マイラの村の変な親父いましたよね、まだ来るのは早いみたいな。あそこに持っていくのかな。薬草買います。あ、MP 回復するの忘れた。まあいっか、ルーラがあるから。いらっしゃいませ。いやー、魔法の鎧いいですわ。回復するんで。あー、そっか、これ、重要なアイテムを手に入れた時の効果音もまだない状態。確かに、テテテテテテテン、テテテテンみたいな感じで、全然音痴ですね、今の。なんかそんな感じですよね、ドラクエで効果音が出ると、重要なアイテムを手に入れた時に。え、ここは、あ、聖水か。聖水はそんなにいらないですね。女の人が売ってるんですよね。何の聖水なのでしょうかね。その人の聖水でしょうか。さて、マイラの村。あ、でもここいうとこだと聖水あると楽かな。雑魚敵出なくなるんですよね。時間削減になるかなっていう。あれ、なんか変な親父いましたよね、じいさんが。まだここに来るのは早いみたいな。そこと、ドラゴン行っちゃいますか？まだ無理か。まだ早いか、魔法の鎧だけじゃ。まだ早いか、うん。いや、実際ドラゴン、強いっすもんね。20ぐらい普通に食らってましたもんね。ここの左上にじいさんがいたんですよ。いたんですよ。ほら、あそこに。ロトの血を普及しよう。しかしその武器では竜を倒せまいぞ。また来るがよい。あれ？その武器では、え、ロトの剣、あれ、え、ロトの剣って、でも、ロトの剣は最終ダンジョン、ラストダンジョン、竜王までのところ、竜王のダンジョンにあるんですよ。ラストダンジョンにあるんですよ、確か。なんか無限ループ、無限ループもあるダンジョンでしたよね。それがちょっと印象的に残ってるんですよね。なんかロトの剣偶然手に入って、あ、ラッキーみたいな感じで手に入れましたけど。ドラゴンはまだ早い。いや、でもこれ現時点の最強装備なんですよね。いや、ぶっちゃけこれでメルキドいけないってなると、間違えた。
これでその本当にメルキド行けないってなると、ちょっとぐるぐる回っちゃってますね。結構厳しいものがあるんですよ。まあメルキドをもう一回目指してちょっと行ってみたいと思います。前々回一つ17回目ですね、ナンバー17、ナンバリング17ですね、3回ぐらい死んだひどい動画があります。でナンバリング18で最初だけちょっと行ってみたけどやっぱりダメでしたみたいな感じで、18の後半からお金と経験値を上げていって、で19もそれで取ってたつもりだったんですよね。でもまあこの動画の最初冒頭で申し上げましたけれども、うまく取れてなくて、なぜかこれが19回目、ナンバリング19で、お金と経験値があれってなってて、レベルもちょっと違くねみたいな、レベルもちょっと上がってると、で魔法の鎧ももうすでに装備しているといった状態だったんですね。でなぜか太陽の石を探すっていうね、よしこっから本番ですよね。魔法の鎧の効果がエンカウント低ければ HP 回復も結構期待できるんです。うわ全然やん、全然じゃん。全然じゃんしか言いようがないっすよね。全然変わってないダメージだから言ったじゃないっすか、こう魔法の鎧買ってもそんな変わりませんって。どっち行きます？かわすな、お前はもう雑魚なんだ。よしミス、うわー行ったら何の意味もなかったっていうね。いやもう死んだら困るんですけど、死んでもいいんですよね。お金が特に使うことないので、うわメルキド目指します。わーって声上げちゃいましたよ。下なのかな、やっぱ強い。うわーこのパターンですよね。お逃げろ、よし初めてあのパターンから逃げられた。いいぜよしよしよし、明日はダメだと。ただスターキメラはラリホをやってこない、炎を吐いてくるだけなんで、キラーリカント、こいつは攻撃バカだからなんとかなるかな。よし
メルキドどこにあるねん。一応キメラもまだ一個あるんで、うわー、ここ砂漠きついわ。抜けたぞ、抜けて、うわー、ずっとこれかも、きつ。ちょっともうダメージに、うーわー、頼む、うわー、もう、うおー、おー、おー、あのベホイミ使えないとダメですね。もう回復が間に合わない。あれ、こんなとこまで来てしまった。雑魚として出てるやん。あー、こっちじゃねえのか。あ、皆さん左上見えます？あれです、メルキド、あれです。やっぱ下だったのかな。こっち絶対ちゃうやん。HP、 あー、やっぱり違う。うわー、道間違えた。っていうか、どうやって行くのこれ。あれ、あ、やっぱそうですよね、下から。そうか、こっちが正解のルートか。あの上は何にもないルートか。騙しルートやん。かー。うわー。頼む。頼む。うわー。頼みます。頼みます。うわー。騙しのルート。まあでも、今回分かったのはもう騙しのルートですね。死にました。おお、テッシー死んでしまうとは何事だ。仕方のないやつだな。お前にもう一度機会を与えよう。戦いで傷ついた時には町に戻り、宿屋に泊まって傷を回復させるのだぞ。再びこのようなことが起こらぬことをわしは祈っている。他人にね、赤の他人にこんなこと言われたらね。ちょっと安心しました。はい。お前が次のレベルになるにはあと1543ポイントの経験が必要じゃ。では行け、テッシーよ。ということでね、ちょっと時間が参りましたので、ここで動画を切らさせていただいて、次回ですね、もう次回こそはもうメルキド到着しているはずです。それではご視聴いただきありがとうございました。テッシーでした。失礼いたします。